はいどうも皆さんこんにちは、みゆりです。ウルカ早速使っていきたいと思います。正しい使い方はこうなのかなっていう、まあラードラと組み合わせて使うのがいいんじゃないんでしょうか。 7×6 はねちょっと苦手意識があるんですけどね、自分は。まあ頑張っていきます。どう組んでいったらいいかが難しい。軽減が入るんですよね。軽減が何パーセントかな ?25 ぐらいかな ?20 か25だと思うけど。これで100万か。7コンボ強化なんでね、ウルカが。そこを活かしてあげたい。難しいな。ちゃんと色が決まってるかどうかが。とりあえずウルカは光以外で倍率を出す。闇カーリーと一緒ですね。このさ、闇カーリーとウルカの関係性って何なの？どっかに書いてあるのかな。いつもなんか毎回あったからさ、気になるんだけど。他の火力で補ってあげないと闇吸収されちゃうよ。やっぱね、ウルカのスキルがね、いいね。吸収無効と全食時。まあだからソティスがね、出てほしいんだけどね。こういう時に限ってソティス出ないから。ウルカウルカで36倍だけど、絶対そうはしないよね、組み合わせとしては。いや結構ね、思ったよりもね、軽くウルカ出たかなと。もっとかかるかと思ったんですけど、まあイルミナが出ないでよかったかなって思いますね、自分は。もうイルミナとか出たら発狂ですわ。同じ星ね、7、星7フェス源としてね、まあ、こっちが出てよかったかなって思います。今回はまあいい結果に終われたんじゃないでしょうかね。ちょっとジュリだけね手に入らなかったのが悔いの残る感じなんですけども、まあまああんまりそこだけ深追いしても仕方ないんで、今回はこれで、まあまた来るんじゃないかな。どうですかね。欠損が怖くないですね、やっぱり 7×6 になるとちょっと組みにくさはありますけど。お休みモードにしてないのこれ。今動画のね書き出しをしながらやってるんでね、もしかしたらパソコンが重いかもしれない。止まることはないと思うけどね。まあ7コンボは簡単にできるんじゃないかな、さすがに。この書き出しの方の様子見て、41% だね。この 41% が100になるまでにクリアして終われると効率的にいいんだけど。ちょっと組めなかったね、火が。本当に闇カーリーいなくていいんじゃない？ジンを撃つ必要ないでしょ。みずみずき、まあ光の火力でなんとか抜けるかな。ちょっと気吸収が若干怖いけども、まあ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 いけるでしょうよ。光決めて、あーちょっとなんかおかしいな、右の方が。はい、17コンボ素晴らしい。タイムロスですね、ただの。何万出るよこれ。600万ラードラ。おー、ウルカのが出てね、800万。
難しいな、なんかあっちこっちで組まれてる。おうおうおう、落ち込んがいらないな、そんなに。木がこれでも3つギリギリか。ジュリね、能力キラー3つ持ちだから結構ね、いろんなところで刺さる。攻撃と神とドラゴンだったかな。すごいね、使いどころが多そうなモンスターなんですけども、まあ、そんな深追いするほどではないかなって思ったんでね、ちょっと今回は諦めますね。で、究極ですよね。問題は究極進化全部するって言ってるんで、運営の方が、まあ、イルミナを含めね。っていうのは、そのこのウルカだったりジュリーは含まれるのかなっていう、ちょっとそこが疑問なんですけど、どう思いますかね。待って、キーケースをしてたわ。しかも待ちに失敗した。これは、あー惜しい。いけるかな、無理か、さすがに無理か。さすがに無理だな。欠損してるかどうかの判断もなかなかしにくいんだけど。よいしょ。こっち分割したいんだけど、木を。10コンボ ?11 コンボ?コンボ吸収余裕だね。ソティス出ろよ。ソティス出ろ。おー、そっち。相方さん。まだね、まだパールという可能性が残されてますから。そしてハートケスト、こいつだったら抜けるんじゃないかな。オッケー、抜けました。いいよ、リバヤさん全然良いよ。で、次でね、パールが出て、さぞかしパールが出てくることなんでね、ちょっと期待して。パールに期待するやつなかなかいないけど。なんか欠損してそうだけど、してはないよね。さあパールくん、パールくん出てください。あー、うー、そっち。しかもこいつ溜まってねー、溜まってねんだが、一旦耐久して撃たれて、これやって、これ発動して、まあ色は別にスキルを決めてまで揃える必要ないから、適当に消しといて、これで決まっちゃったら知らないけどね。で、まあ程よいタイミングで、闇がミスったな。よし、そろそろかな。あんまりそんな耐久長くする必要もないので、この辺で突破していきたい。ただしハートがなかったので、まあでもいけるんじゃないかな。どうかな。オッケーオッケーオッケー。聖地は、聖地ってどうやんだこれ。3で揃えていくんだろうけど、こんな感じ。あ、待って、違うな、ちょ違うな。あ、なんか違うな。難しいな、色決まっちゃったね。聖地ってどうやんだ。333でくるーっ動かして、デッドギフトもそんな怖くないでしょ。欠損してるかどうかがわかんねえわ。もう欠損してたわ。ちょっと待って、欠損してる。これ水、水来い、水来い、そこに水、そこに水。
まあまあまあいいです、いいです、いいです。 99% もね、ラードラがリーダーなら回復力は全然問題ないでしょう。まあ、こんなもんでいいかな。軽減を張るんでも全然先制攻撃も、まあネタとして全部カーリーがねついにできるようになった。まあカーリーっていう名前じゃないんだけど、オルカって、まあでもまあ言ってしまえばカーリーなんで、オールカーリーパ、まあちょっとね疑似カーリーではあるかもしれないんですけど、オールカーリーパができるようになったので、それもねネタで使っていきたいですね。といったところで闇がなかったです。降ってきましたね。ツーウェイで降ってきた。結構サクサクだな。フレンボリー。次怖いのは何もないよね。ヘラム先生も余裕だし。オッケー、うん、色もあるね。ちょっと一応色の確認した方がいいな。たまに稀に欠損するな。何が来ますか、ヘラの先生。はい、全然痛くもないですね。よし、そしたらカーリーさんはカンナに継承してるファセットので突破します。色もありますね。カーリーがいる意味がさっぱりわかりませんね。これカーリーじゃなくて全然いいです。もう読みとかでいいです。闇カーリー、ちょっとが止まったね。大丈夫かな。こうしてコンボあれば、OK、あー光を通遍できてなかった。どうかな、他の火力で抜けるかな。さすがに OK ですね。十分強いと思います。まあリーダーフレンドでウルカにする必要はないので、ラードラと組み合わせてあげることで十分強いし、ソティスのね対尺ビシュヌの対策、対尺って言ったね今、ソティスビシュヌコンボ吸収じゃなかった、ダメージ吸収のね対策ができる、かつ陣かつ水枠でね、いろいろ便利かと思います。当てた人ぜひね有効活用してみてください。といったところでこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンをクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。